どうも皆さん、おはようございます。ハルドブルーのね、鈴木貴博です。今日もね、朝からおよそ23時間ぶりぐらいに、LINE のね、セールスメッセージで、またメッセージ打ち込んでっていうところからスタートしたんですけれども、そのメッセージの内容は、明日から仕事をするなと、そういうところですね。で、これってね、多分意味を2通りぐらい考えられるところがあると思うんですよ。明日から仕事しなくていいよっていう意味なのか、それとも僕は明日から仕事するなって、僕は明日から仕事するけどみたいな、そういう感じのニュアンスを上がって、どちらの風に意味を捉えるかによって、変わってくるんですけれども、僕が言いたいのはですね、明日から仕事をしますという、そういう意味のニュアンスで言っておりますので、ぜひそれをポジティブに捉えられるかどうかっていうところでですね、だいぶ感じ方が変わってくるかなっていうふうに思いますね。で、それで明日からね、多分また配達に行ってきたりとか、ポイ活をしたりとか、また昔やっていた LINE プレイスのね、活動なんかもしてですね、またギフトが送るような状態にします。で、ギフト・フォー・ユーっていうミシェルの映画にあったように、僕はこれからもですね、その LINE ポイントで貯めたものをですね、誰かから連絡が来た際にギフトとしてお届けできるような、そういうものとして還元していきますので、今後もそんな活動はしていきたいと思ってます。特に公明党の方なんかには、特にお中元なんかで送ったりすることがあるかもしれませんね。同時に、カラオケと一緒に送るので、この音と一緒に聞きながらコーヒーでも飲んでみたいな感じで、そういうエクスペリエンスを今後もやっていきます。で、今日ね、朝からいろいろやってまして、汚れてしまっていたダウンジャケットやカバン類とかね、そういったものを拭き掃除を通して、ちゃんと精子とかついたんではないかって思われるところにはですね、ちゃんと掃除を徹底する、除菌を徹底するをしました。で、今後天気が晴れたらですね、今度は布団も、それをちゃんとやって、この部屋とかからですね、もう完全に精子の匂いというものを全部消してしまおうという、そういうニュアンスを含む活動をしていきます。ですから、今後のオナニーとか、そういったものもまた変わってきます、必ず。で、今後の、この家のオープンマインドっていうものですね、ちょっとずつ開放できるものに変わってきて、特にそのマスク着用率なんかも50%下回るとか、そういったこともですね、徐々にこの幸い症から、やっていけるんではないかって、そんな感じがしてますし、こういったものをですね、多くの YouTuber のミニマリストと共に作っていく、そういう感じにしていきますので、皆さんお楽しみにという、そういうところですね。でね、今もこうやって、外にこうやって病気を起こしてるように、この上着なんかも除菌シートでちゃんと全部拭いてっていうところをやっています。で、お風呂場だけで完結する、そういうオナニーであれば、全く今後はね、部屋のものを汚さずに済むはずなので、すごい明るい希望の光が差し込んでくる気がしますね。で、もう二度と、なんていうか、他人に移さない、そういう感じのエクスペリエンスがあると思うんで、楽しみですね。で、それで、煩悩線もね、今はこういう感じになってるんですけれども、これもちょっとずつね、もっと楽になっていきそうな気がします。これ以上出すもんないって言いましたが、もっと多分本当はあって、今感じているストレスっていうものが、
およそ例えば 80% 落としたらそれ 60% まで落とすとか、そういったものも可能になると思います。ですから、まあ、Uber の配達ももっといいお客さんと出会えたりもするでしょうし、すごく楽しみなんでね。で、僕が想像している以上に周りの方々もすごいしっかりされている方がすごい多いと思いますから、徐々に、まあ、僕と同時に、レベルアップをしてもっと綺麗な世の中を作ってくれると思うのでね、はい。で、多分なんですけど、僕親と一緒にいた頃に、親からね、もしかするとウイルスもらったんではないかってずっと不安に思っていたその件なんですが、多分ビリキながらにちょっともらったかもしれませんが、その微妙なそのちょっとの量だけではですね、僕の体にちょっと傷が仮にあったとしても、そのお風呂でのオナニーによって親からのそのウイルスをね完全に受けてしまうって病気になるなんてことは、そのちょっとの量だけではですねならないというふうなことが最近の研究で分かってきていて、だから僕もそのこのマンションに来るときにね、その女性のその受付スタッフさんが受付でくれて車に乗せてってくれたんですけど、やっぱりね、僕にはね、その何かのその童貞という要素と、なんていうのかな、その必ずその病気にならずに助かる要素っていうのはね、やっぱりまだ残ってる感じがするんですよね。それはもう人がいいからというそれ以外の理由はなくて、もうほんと純粋な僕だからこそできたっていう感じですね。で、まあ残念ながらその新入園とか本当にああいうね、親のやってる宗教の施設の中に入って活動した人なんかは、まあ、残念ながらそちらの方の人にそのウイルスを移っていった次第であって、やはりそのオーダー66もそうでしたし、今回のその親との件もそうなんですけど、僕だけが助かったようなねところなんで、この純粋な僕自身でいられるそういうありがたみというものに対する感謝をですね、今後もちゃんとやっていく、でそれを仕事としながら還元していくっていうところなんで、はい、やっぱり僕らを動かせるのは僕自身だけなんだっていう、その通りで、僕がしっかりしていさえすればですね、いいんだと、周りもしっかりしていくっていう、そういう感じですね。僕がこう手を出して周りにアピールするとかではなくて、僕自身がいかにしっかりするかっていうところなんで、今のところはもう大成功だなっていう感じがしています。そんな感じでコンフィデンス動画でした。はい、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。バイバイ。